ただいま、議長のお許しを賜りましたので、私は議第78号、森山市警官条例の一部を改正する条例案についてお伺い,お伺いをいたします。<laughs> 先月から、駅前周辺で、冬の風物詩ともいえる市民の手作りによる電飾イルミネーションが始まり、その周りに多くの方が集い、 楽しまれています商工会議所主催の駅ロータリー緑地公園での11月17日初日の展開イベント事業では軽音楽や屋台などが出展され多くの方で盛り上がっていましたまた中津変動沿いの友院の境内では紅葉のライトアップが始まり 落ち着いいた優雅な雰囲気をを訪,訪れるる方を魅了しているところですまた先日開催された市政施行50周年記念事業「中洲ふれあいの日記念事業」では、まあ、多くの市民が参加される中メッセージカードを飾っての世界一のクリスマスツリー、まあ、見事ギネス世界記録を達成された。 ということととに私も市民としてて誇りりを感じているこころでありますこのように市民の手作りによる催しを大切につないでいくことがこれからも求められていると思うところですさて景観とは単純な風景景色だけで構成されるものではなく歴史風土文化や伝統 暮らしが背景となって作られていくものであるそのように森山市景観計画にはあります本市は平比叡の山並み三上山の眺望を確保しつつ田園風景の保全と蛍が舞う緑豊かな市街地景観を作っていくのどかな田園都市にふさわしい景観形成を図るために 森山市景観計画を立てられそのことを基本に今日まで良好な景観の形成に努めてこられたところであります市街地エリア田園エリア湖岸エリアそれぞれに調和のとれた土地利用を誘導されてきたことが今日の本市の発展につながっていると評価をしておりますまた、 ってこれらの施策を講じてきたということから本市に魅力を感じて転入される方が増えてきており市の人口増にもつながっているものというふうにも思いますまあそのような中今般良好な景観形成をより一層促進する観点から森山市景観計画の見直しに合わせて 届出対象行為を追加変更するということや専門的な知見により景観に関する判断および審議等を行う景観審議会を新たに設置するため景観条例の一部を改正することを上呈されたということであります今回議案及および景観計画見直しについて大きく3項目1つ目には 届出対象行為の変更について、2つ目に景観審議会の設置について、3つ目に中山道景観計画基準等の見直しについて伺っていきます。まず1つ目に届け出対象行為の変更についてお伺いをいたします。まあ、今回、楠木通りや新中山道、こやか通り、 連邦ロードなど9路線の沿道景観事業に対しまして届け出対象となる建築物の新築・増築等の規模で延べ床面積1000平米を超える物件という基準を10平米を超える物という基準に変更する、まあ、高さで13メートル以上の 物件という基準を5メートルを超える物件に変更していく回数で4階建て以上をというところを削除するということに変更をされました、まあ、すなわちおおむね確認申請が必要な建物は届けて対象となるわけでありますそこでなぜこのような 基準設定に変更されたのか、その経緯をお伺いをいたします。また、具体的にどのように指導啓発をされるのか、お伺いをいたします。また、沿道警官にふさわしいものとなるよう指導していく上で、補助金の創設などインセンティブを考えていく必要はないのか、という視点に立っても、都市活性化局長に、 合わせてお伺いをいたします。都市活性化局長。 それでは、議員ご質問1点目の届出対象行為の変更についてお答えいたします。届出対象行為の変更につきましては、重要な景観軸である幹線道路の境界沿いに建築物が立ち並ぶことによります圧迫感が課題と考えておりましたことから、景観計画におけます景観形成基準、とりわけ道路沿いの緑化について指導・啓発できる機会を増やすために、 中道軸の届け出対象規模と同等の面積、床面積10平米超まで変更したものでございます。具体的な指導啓発の方法につきましては、戸建て住宅でも公共空地から見える部分は、景観的には公共財産であるという認識をしていただき、景観の意義、目的や良好な事例等を提示することにより、指導、啓発してまいりたいと考えております。 また、インセンティブにつきましては、景観は行政、市民、事業者が一体的に取り組むことにより、その価値を保全、創出するものであり、その意識付けがまず大切であると考えておりますことから、多市町村の啓発の仕組みと自発的な取り組みを収集し、研究してまいりたいと考えてございます。 12番、真野文雄君、はい。ありがとうございます。簡単に答えていただきまして、まあ、非常にわかりやすい、うんあのまあ、当然、景観塾のことですので、えー、教会沿いにこう建物が並ぶというのは、まあ、圧迫感、まあ、これはそうだけど、法的にな考え まあ課題であるというふうには書いてますが、まあ、法的な問題としてね、これが圧迫感があるというふうに考えておられるのか、これは、うん、単純にその見た目ので圧迫感があったというふうに考えているのか、まあ、もう少しここのところは私も理解はできないんですが、再度、見解をお願いします都市活性化局長。 現在、例えばのご質問ですけれども、具体に申し上げますと、例えば開発された住宅で、坑道を背にして、玄関が開発された道路に面して建てられた場合、坑道側にこう住宅の裏側がこう立ち並んで、裏側というのはこう、例えば民地からですと、50線ぐらい、坑道から50線ぐらいしか、セットバックされずにしかも緑地が作られないという事例が ございましたと、まあ、えの話でございますが、そういった事例もございますことから、そういった建物に対しましても、行道から見える建物の外観につきましては、公共財産であるという価値観をお伝えする中で、行道から見える景観に配慮していただけるようと、とりわけ緑化について指導をしていきたいと考えているものでございます。以上、答弁とさせていただきます12番、新野文雄君。 まあ、あのきれいな街並みをこう形成していこうと思うと確かにこう、えー、緑があってっていうのは理想的でよくわかります、まあ、しかしあの市民側にとってみたら自分の土地にできるだけ有効に使いたいで、えー、そこでブロック塀にするなりまた 植え込み、まあ、垣根にするなりとかいうような、まあ、自分の好みでされると思いますね、まあ、そういったことで、うん、ま,まずはうまくこうリードして森山市がこういった街並みがきれいなんですよというのを、まあ、まずは見せていくことが大事かなっていうそこの状況が今回もう少し、えーまあ、市民に分かるようにこう こういった町並みを森山氏は考えていきたいというのであれば、理解はできるのですが、そこはちょっと個人の自由もあるので、それを強制するという意味なのかなというふうには取ってしまうんですが、まあ、そういった観点は全然ないわけですか、はい、都市活性化局長。はい まず、王政の,のように景観というものは景観、えー、法の中でも書か,書かれておりますけども式財産をどこまでこう。えー 制限をかけるかというのは非常に難しい問題でございまして、そういったことを総合的に判断する中で、先ほども答弁させていただきましたように、本市の考える、本市にふさわしい景観はどんなものかという事例を今、しっかり集めさせていただいて、そういった事例をお見せすることによって、ご理解いただけるような、まずそういった取り組みをしようと考えてございますので、あと、それ以外にも、今回の改正で、 駐車場立体駐車場へのまあ緑化等も、えー、制限してございますので、そういったことも、こういった形が良いのではないかということをしっかりと事例収集して、それをあのしっかりとお伝えすることで、できるだけ守、えー、山市のふさわしい景観、また守山市の価値が上がるような景観の取り組みにつなげてまいりたいと考えてございます。以上答弁とさせていただきます12番新野文明君 まあ、ありがとうございます、まあ、あの決して私も反対しているわけじゃなしに、まあ、しっかりと指導していくという観点であれば、まあ、そういったところ、森山市の方向性のを出していただけたらなというふうに思っております。まあ、ちょっと2つ目のところに入っていきたいと思います。えーまあ、これまでま、警官に、えー、ごめんなさい、えー、2つ目には、この警官審議会の設置についてのお伺いをさせていただきます。まあ、これまで警官に関する 判断および審議等はですね、都市計画審議会で行っていうふうに来られました。まあ、が、景観に関する条件、案件を審議するということはあまり適切でないということから、専門的な知見で審議を行う景観審議会を新たに設置するということでもあります。まあ、このことは景観の重要性から見ても賛成できるものでありますし、 近隣市の状況からもも理解でできることでもあります。またあの、委員の選任については、まあ、専門的な知見が必要ということから、学識経験者を有する方で構成するとのいうことでもあります。まあ、当然、難しい判断をしていかなければならないので、まあ、専門的な知見がある方で、 まあ構成するべきであるというふうにも私も思います。まあ、一方、まあ、これまで、本市のまあ公共およびまあ民間の建物、まあ、いわゆる建築物の建設の計画の段階においてです、ね、景観的見地での都市計画審議会での審議は行われていなかったというふうには聞いております。まあ、現在、協議している市庁舎の計画においても、 まあ専門的な知見からの意見が必要ではないかというふうにも思っております。まあ、そこで、景観形成、ごめんなさい、景観審議会での景観形成に関わる案件は、まあ、多岐にわたるというふうに思われますが、まあ、どのような案件に対して審議をしていかれるのか、またあの建築物に対する景観的審議はどのように考えているのか。 また、えーまたですねえー、屋外広告,広告物を含め、景観に関する案件の審議は、景観審議会および景観アドバイザーを使い分けて運用していくということでもありますが、まあ、具体的にはどのように考えておられるのか、併せてお伺いをいたします。都市活性化局長長議、はい それでは、景観審議会の設置についてお答えいたします。景観審議会の案件につきましては、景観計画の見直しや、屋外広告物の許可基準の見直しといった、全体的な審査指導の判断基準、および個別の建築物等を審議いたします。え個別の案件につきましては、例えば、小岸の建築物に不足しますオブジェが景観を阻害するものなのか、まあ、あの美的。 行政が多いものなのか判断が難しい場合等に審議いたします議員をおせの建築物に対します景観的審議につきましては届出対象建築物のうち景観審議会の対象とするかどうかにつきましては一律に 建築規模や高さ等により線引きすることはできませんが、景観に与える影響度に応じまして、景観審議会で審議するか、もしくは景観アドバイザーに助言を求めてまいります。以上、答弁とさせていただきます12番、今、答えていただいたように、ね、景観に与える影響度に応じて、 ということで、景観審議会を審議するかっていうことで、今、考えておられるということなんですが、もちろん、アドバイザーの助言で済む場合もあるのかも分かりませんが、もう少しね、景観っていうものをこう重要視するならば、草津市さんのまあちょっと事例でいきますと、しっかりとその区域に指定されたところの、 まあ建物であれば、その出てきた段階でも、景観に属しているかどうかってまあ妥当なのかどうかっていうような審議も含めて、えー、いろいろ景観に対するこの影響調査ですね、まあ、そういったものを、お されておりますあ現状ではですね警官審議会がもう少し中身はまあ作っておられないのかも分かりませんが、まあ、この条例が可決すれば早速ご景観審議会に入っていかれるということなんでしょうがもう少し警官審議会の方がどのような議論をされるのかというのが もしくは今の段階ではわからないんですが、再度お聞きをいたします都市活生活協議長。えー、まずあの、景観審議会でどのような議論をするかにつきましては、えー、とた例えばあの通常ですね、景、え、観、ー、は届け出がございまして、えー 色の基準とかサイド目、サイド等につきましては、基準がございまして、そういったことに基づいて、本市の都市計画課の方で審査をさせていただいてございます。そうした中、例えば、色は割といって定量的な基準がございますが、デザインが奇抜であったりとか、そういったものについて、判断が難しい場合に、警官、審議会にかける場合があるかと想定されます。そそそうした場場合についてはののの建物が本市のその場所に またその、えー、ある、えー、その全体的なそのエリアにふさわしい、えー、景観かどうか、まあ、本市でもあの景観につきましては、中心市街地エリアと、また田園エリア等といろんな景観によってあのエリアを分けてございますので、それぞれの属性に属したものにふさわしいかどうかも含めて、えー、議論していただくことになると思います。以上でございます12番新野文 えっとま、ではあの、ちょっとずばり聞かせていただきたいのは、市の庁舎、今、計画中でございます、この庁舎のことに関しては、景観審議会の対象になりますか、ならないですか。都市活性化局長え基本的には、えー 本市の公共建築物については景観審議会に図らないものと考えてございますで、まと、あ、りわけあの議員ご質問の庁舎につきましては専門的な建築からのプロポーザーによって森山市にふさわしいあ、えー、あのあの景観形成をされているということも視野に入れて客観的に審査されてと聞いてございますので基本的には公共建築については審査しないものでございます以上でございます 12番、対象にはならない、えー、当然、まあえー、プロポーザルの段階で、それはこういったイメージを出してこられたんやから、当然、そこには考慮されたものというふうには言って、まあ、理解はするんですが、えーまあ、そのエリアによってです、ね、例えば田んぼの、まあ、例えばで言うといかのかも分からんけど、 田園エリアにふさわしくないような建物であった場合ですね、それは対象になってくるんですか、あまあ、その主観もあると思いますが、はい、都市活性化協議、はい、えっ、ー、長。現在、お尋ねは公共建築物のことだと思いますけれども、公共 公共建築につきましては、一あ定あ通知という形で、えー、届け出していただきます、でそうした中で、まあ、それ以外も、えー、町内のことですので、しっかり、えー、町内で調整、議論、またあの当然、景観計画の内容は、えー、町内、熟知してございますので、守、えー、山市の風景にふさわしいものとなることが前提でございますので、えー、そういったことがない。 ないことでございますので、えー、公共計画については基本的にには景観、えー、審議会にかけずにしっかりとモレマ市の景観にふさわしいものになることとなってございます。以上でございます。十二番新野本明君、うん、まああのまあ場合によってはね景観審議会のかけてほしいというふうに議会からのこう。 まあ、注文が出た場合にですね。うん、まあ、それでも。これは必要ないというふうな考えで。行かれるのでしょうか。都市活性局局長。はい、議長。おそらく、まあ、あの議会から必ずかけてほしいという。と、ある場合は。何かしら、あの、景観上、え、疎外感であったり。 何かがあることが想定されますので、まあ、そういった場合は、まあ、ご相談には当然、あの議会と協議はさせていただきますが、まずもってそういったことがない建物が建てられることが前提でございますので、そういう形で進めてまいりたいと考えてございます。以上でででございいいいままますす番はその段階たた相談したいと思いますで、えー 先ほどもちょっと言ったんですが、まあ、施工規則はまだこれから細かく作っていかれるのかなというふうに思うんですが、景、ま、観、あの,の影響調査をしていくという、こういったに関するようなこう考え方ですね、このことについてはどういうふうに思われていますか、お伺いいたします。都市活性化局長 まず、景観、えー、影響調査でございますが、えー、まず景観影響調査が何かといいますと、えー、定められた良好な重要景観を保持する場所、まあ、例えばあの支店場を決めまして、そこからの、えー、建物が、えー、どうかということを判断するものでございまして、えー、行為の届出者、建てる方がある支店場から、えー、影響を与えるかどうかを、えー、していただくものでございます。 で本市におきましては、現在の景観計画の中で、湖岸景観ゾーンにおきましては、市街化調整区域内の高さを 13, 13メートル超える大規模な建物について、影響調査をするということになってございますが、そもそもその影響調査は、あの滋賀県内の景観行政団体の協議会、広域の琵琶湖の景観を守るような広域の考え方の中で、するという。 ことが規定されててございまして、まあ、本市の場合え県内で支店場をこういくつか定めておりましてその支店場の定め方が、まあ、あの近江八景であったり琵琶湖八景であったりまた琵琶湖周航の歌を基準として、まあ、え66景今現在決めておらございますで森山市の事例を挙げますとえ浮見堂から見た三上山を望む何、えーえー、ていうかその風景でございますので浮見堂と三上山をつなぎますと,、えーと 赤の井山鹿の湖、まあ、岸あたりが対象になりましてそこの、えー、市街化調整区域でしかも、えー、13メーターを超える建物が対象となるっていう基準が、まあ、あの県,県の基準を踏襲するとそういうことになってございますのでなかなか対象建築物がない、まあ、そういった中で、えー、ただしかしながらあそういったことが出てきが。 たますので、えー、ししてていくものと、えー、しておりますがで県内でも今、その広域の経営関係性については、県内の13経営関係性団体で、まあ、その影響調査の仕方とか指針がちょっと、まあ、あの不具合があるということで、今、えー、と精査をされておられます、でそういった県内の、えー、精査の動きを見定めた中で、本市も県の動きをしっかりとあの踏まえる中で、えー 景観影響調査については取り組んでまいりたいと考えてございます。以上でございます。十二番新野文雄君、はい。まああのー、ちょっと私もねあのもう一つ詳しくは知るわけじゃないんですが、ただ今の広域のでのその経過形成っていうものを、まあ大津市と草津市はまあ 琵琶湖発見を対象にしたところを軸としてお互いに提携いうんですか、されていると聞きます。森山氏は今おっしゃったように、浮き見道から見た目のところは対象になる部分もあるということでしたですね。でえー、まあ今後の大津市 対岸はまあ大津市になるんですが大津市と琵琶湖橋を挟、まあ、んだ部分をこう景観形成に入れて、えーまあ、現実はもう今ピエリであったりとかですねマンション等もこうできていますが、まあ、それ以上にですねこのうそういう,うな連携をしていくという景観形成を結んでいくというような考えはあるのでしょうか。 都市活性化局長。 ただいま議員要請の大津氏さんと草津さんが連携されて,、まあ、されているのは危機要因でございます。しかしながら本市におきましては、まず今回見直しました景観計画をしっかりと進めていくことによりまして、本市の景観形成の熟度を上げてまいりたい、そして広域の景観形成につきましては、先ほど申し上げました、県の広域での景観形成の動きが今、高まってございますので、そうした動きと連携することが一番今、ふさわしいんではないかと思います。 ないかと思ってございますので、そういった形で、えー、県全体の小雪の動きとをしっかり見定めて、えー、進めてまいりたいと考えてございます。以上答弁とさせていただきます。12番真野文雄君、はい、はい、まあ今後にまあ期待をさせていただきます。それとあの次の質問で、まあ次の三つ目にはあの中山道の 景観計画ののの基準の見直しについてのお伺いてておをさせていただきます中山道、今回の見直しにつきましては、中山道の土地利用との整合および伝統的な景観形成のさらなる推進のため、新規区分の追加として、これまで市街地景観第1種として区分されていた、円満堂交差点から今宿2丁目を中山道塾として、 大変厳しい基準である伝統的市街地景観の区分に変更をされましたこのことにより窓交差点から吉見4丁目のレインボーロードまでの区間が伝統的市街地景観となり中山道らしい景観に向けて町並みを残していける基準となるというふうに大いに賛同はいたしますさらに 中線道沿いに設置する駐車場に関しても、柿また柵塀などの設置を義務化し、一また形態にも配慮するよう基準設定をするということにしています。ほ、ま、か、あ、にも、屋根勾配に関しては、町や景観の特徴を踏まえた、町並みの連続性を確保するとの基準を設けたり、また太陽光発電設備 設置の届け出対象基準を変更されるなど、まあ、こ,れこれらについてはまあ積極的な見直しであるというふうに評価をしております。また、これまで中山道、森山宿等地区計画に定められた、この地区内において住宅、店舗の建築物や工作物を集計整備するときの補助金、まあ、いわゆる街並み景観づくり補助金は、 徐々に浸透されてきており、まあ、毎年のように活用をされているというところを聞いております。まあ、そこで今回、見直しされた伝統的市街地景観の区域においてですね、町並み景観づくり補助金の交付範囲を検討していきたいということではございますが、まあ、現状においてはどのような課題があるのか、また 見通しはどうなるかそのことについて見解をお伺いいたします都市活性化局長それでは、えー、議員ご質問の中仙道の景観景観基準の見直しについてお答えいたします町並み景観づくり補助金につきましては議員要せのとおり現在の補助要項で平成20年から年に1件程度補助金を活用され 土橋からら吉見西交差点ままでの区域は、中仙道らしいい街並みが徐々に形成されてございます。現在の補助対象区域は中仙道森山,塾地区あ森山塾地区計画区域に合わせまして設定しておりますことから今後、今回見直しました中山道地区の景観形成基準に合わせましてどのような支援制度が適切かをえしっかりと検討してまいりたいと考えてございます。 また、えー、この度の景観計画の見直しと条例改正を機に、今後、より一層の、えー、景観を守り、育て、つくり、市民が誇りと愛着を持てるのどかな田園都市にふさわしい景観形成を進めてまいりたいと考えてございます。以上、答弁とさせていただきます。12番、こ、まあ、これもままだ途中やとといいいうううななのかなっていうふうに思いますが、 まあ、あの支援制度、まあ、できれば今と同じような支援制度で、まあ、やっていただきたいなというふうに思います。まあ、あのいずれにしても、まあ検討して、前向きに検討していきたいということですので、えーまあ、私もあの中山道の方の街並みの保存ということについては、非常に大きな関心も持っておりますし、えー、こういったことを、ね、広めていくという、 まあ自治会の中でも活動をししておりましたなかなか住民にこの理解を求めるというのは難しいというふうにその当時はあの感じておりました、まあ、ですのでまあ結果こういった制度があるということと合わせてこの地区の見直しをしたということの 市民に、沿道沿いの方々にですね、特に理解していただくまでのそういう,うな手段とかですね、どういうふうに今後、されていかれるのか、再度お聞きいたします都市活性化局長。 まあ、あの今回の見直しにつきましてまたあの補助制度を、まあ、あの作成しましたときにはしっかりと、まあ、広報、ホームページまたあの自治会へあの説明をお伺いする中で周知をさせていただきますとと,ともにあの当然あの、窓口に建築相談がある場合にはあのまず都市計画課の方に来られますので、えー その時にもしっかりと建築関係の方に周知する中で支援制度また並びに景観計画の見直し内容についてしっかりと説明をする中で森山らしい景観を作ってまいりたいと考えてございます以上でございます十二番新野文明君、はい、ありがとうございますまああのー、中山との景観計画本当にこうしっかりしていくと、えー、森山が誇れる ようううななづくりができるのかなっていいうふうに思います、まあ、最近町、えー、を散策していただく市外の方が多く増えておりますそういったところにもアピールするにはこの景観計画でしっかりこう市民に理解をして頂い,いてですねそういう,うな町並みをつくっていくということが重要であるというふうに感じておりますので、まあ、森山市のお一層のこの リードをですね市民へのリードをしていただくように、えー、合わせてお願いをし,しといて、えー、質問を終わりたいと思いますよろしくお願いいたします